リアルサウンドをご覧の皆さん、こんにちは。純烈の小田井洋平です。まあ、ということでございまして、今回テーマがですね、最近卒業したことということで、まあ、僕はその、純烈というグループを年内いっぱいで卒業するというのもあるんですが、まあ、そうですね、もう卒業後、といいますか、新しい自分を見据えてですね、まあ、やっぱりこれまでグループでやってきたので、まあ、グループでやるというのはいろいろ人間バランスを取るというのがすごく大事で、例えば自分がこういうことやりたいなと言っても、まあ、グループ全体がそれに向いていくのがふさわしくなければそれはやらないとか、意見があっても言わないっていうのが正しいやり方だったりするんですが、まあ、僕はもう一人になるので、まあ、これからは大人の一人の人間としていい意味でわがままに生きていこうかなと思っておりますので、なんていうんですかね、人の意見に流されて自分の意見を殺すということを卒業したいと思っております。これからは一人の大人として頑張って生きていきます。さあ、そんな大人としての第一弾がもはや早速わがままですね。10月5日にソロアルバム、息子がお世話になりましたという、私のソロのアルバムが発売されます。わがまま第1弾でございます。皆様よろしくお願いいたします。